今でも大学行ってみたいとかじゃ思うことは全然ない。大学っていう選択か分かんないけど、とりあえず勉強はしておけばよかったとはめちゃくちゃ思います。今でもできるじゃないですか。そうですよね。勉強の仕方が分かんないです今更。どんな勉強がしたいんですか。クイズ番組とか新しい番組でテストとか受けたんですけど、若い時は間違った面白回答が使われて盛り上がったりするんでよかったんですけど、うん、いよいよもう30歳になるってなった時に、あまりにも常識が分かんないのって恥ずかしいことだなってすごい思って、本当に細かいことですけど、お札になった人とかで、そういう細かいことから全然何も分かんないです。それは多分 大学で教わることじゃないですけどね。いつ教わるんでしたっけそれって。中学勉強しないで面白いことを言ってくれた人が仕事がある時代っていうのが多分若い頃じゃないですか。大学行ってる人が思いつかないような面白いことを言います。じゃあ面白いというので映像が使われますっていうので、年取るとそれが減ってくるんですか、テレビ業界って。減ってくるのもそうかもしれないし、世間的にも笑えなくなっちゃうというか、聞かれちゃうんじゃないかなって。年取ってお札誰だか分かんないのはいかがなもんかみたいな。若いから可愛いしおもろいけど、30みたいな、そりゃまずいだろっていう見方にちょっとずつ変わっていくような感じがちょっと肌で感じています。そう、それでみんな多分普通になってくんだったら、むしろその分からないっていう尖ってた方が仕事増えるとかないですか。私突拍子もないバカじゃないんですよ、自分で言うのもなんなんですけど、はいはいはい、だからすごい変な回答とかはできないんですよ。ある程度はそうだ、まずそうだけど物知らないだけっていう。そうなんですよ。だからそこが一番中途半端で面白くない、はいはい、ふーんって別に大爆笑が起きるわけでもない、微妙そうですそうです、本当に分かんないんだねぐらいの感じになっちゃうんで。そう、面白いキャラでいくにやっぱりちょっと突き抜けて頭おかしくないとダメなんですね。そうなんです、本当に何も知らないのが一番やっぱ面白いなと思いました。逆にちょっと分かるがよくないんですか、じゃあそのテレビ業界に生きていく上で。一番中途半端 だと思います。中途半端がよくないんだ。一般社会って普通っていう、まあ、要は中途半端の人の方が マジョリティじゃないですか、会社員とか、うん、そうですね。タレントさんとか芸能人ってやっぱりその尖ってないと逆に仕事が来ないみたいになるんですか。そんな気がしてます、私は勝手に。やっぱり売れてる人ってすごい、うんうん、まあ、頭がいいかすごい頭がおかしいか、はいはい、無難な人って確かにあんま思いつかないですよね。アナウンサーとかがそういう役割に持っちゃいますからね、うん、そうなんですよね、そうなんです。